球で最も過酷な地段、砂漠。そこはその過酷さゆえに夢とロマンをかきたてられる舞台でもある。パリ・ダカールはパリをスタートし、地中海を経てアフリカ・セネガルの首都ダカールまで20日間をかけて走破する厳しいサバイバルレースである。それは砂漠を舞台にした人とマシンによる限界への挑戦である。このパリ・ダカールにカミオンクラスとして日本で初めて日野クルージングレンジャーがチャレンジした。風と砂と光のパリ・ダカールのステージに、クルージングレンジャーは日本のカミオンとして初めて力強い第一歩を踏み出したのである。1990年12月21日、パリでエキップカミオン日野チームの発表会が行われた。初陣を飾るパイロット、ナビゲーターたちはフランス、ベルギー、オーストリア、日本から選ばれたいずれも経験豊富な強者揃いである。今回日野は自信を持ってミスターとミスレンジャーを含む4台のクルージングレンジャーをエントリーした。クルージングレンジャーはヨーロッパ有数のチューンメーカー、オーストリアのスタイア社の手によってよりたくましくチューンナップされている。本番を間近に控えて、ベルギーの日野モータースヨーロッパ社でさらに最後の調整とエアメカニックのトレーニングが行われた。車検を前にしてエアメカニックやスタッフたちのミーティングが行われた。特にですね、我々はこれから戦っていく上において、エアメカニックたちは平均年齢28歳、彼らも未知のパリ・ダカールにかける若き挑戦者なのだ。12月26日、パリから150キロほど離れたルーアン市で車検が行われた。オフィシャルによるチェックが始まる。誰もが緊張する一瞬である。無事車検は終了。スタートを控え、ナビゲーターとパイロットに抱負を聞いてみた。もうとにかくチームワークで行くしかないんで、言葉を超えたもう人と人の付き合いで、4台8人いるんですけども、結構仲良くコミュニケーション取ってますんで、チーム体制としてはバッチリだと僕は思いますけども。Eh bien, c'est l'objectif qu'on m'a fixé d'ailleurs, et qui est en même temps le mien, parce que lorsque je pars au Paris-Dakar, ce qui est important, c'est de se dire et de partir avec l'idée, j'arrive à Dakar. Première chose. その夜のパリは壮大なファンタジーの幕開けにふさわしい美しさを見せていた。12月29日午前7時30分、パリ・トリポリ・ダカール1991は降りしきる雨の中、カミオンクラスからスタートを開始した。ベテランパイロット、ジョッソーのカル1号車、ミスター・レンジャー。日本人ナビゲーター柴田秀樹がサポートする2号車ミスレンジャー、スタイア社のドクターライフのドライブする3号車、そしてレースサービスカーの4号車が続く。パリから400キロ、クレルモンフェランまで移動した参加者は翌12月30日アフリカでのスタート順を決めるタイムトライアルによるプロローグランに挑んだ。プロローグランは全長 3.7 キロ、砂漠を想定した特設コースで行われる。クルージングレンジャーの参加が火をつけたのか、カミオンクラスのプロローグランはデッドヒートとなった。初出場ながらクルージングレンジャーは健闘した。出場カミオン109台中3号車が10位、ミスレンジャーが14位、ミスターレンジャーが16位、4号車は44位にランクインするという幸先の良いスタートである。91年の元日を挟んで、レースの舞台はフランスから砂漠での本格的なレースとなるアフリカ大陸へと移動した。出場車両はマルセイユからフェリーでリビアのトリポリへと運ばれた。91年の幕開けはパリ・ダカールの過酷なステージの幕開けでもあった。明けて1月2日、アフリカでの走行が始まった。
まずは移動のためのリエゾン区間であるトリポリからガダメスまでを疾走する。アフリカでのステージはリビアのトリポリから西アフリカ、セネガルのダカールまで15日間にわたって砂漠での戦いが繰り広げられる。タイムを競い合う区間である砂漠での本格的レースセレクティブセクター、いわゆる SS が開幕した。力強く大地を蹴ってクルージングレンジャーは出発した。最初の難関はガダメスからガットまで。それはキャンプでの整備を禁止される2日間にわたるマラソン区間である。クルージングレンジャーは昨年10月北アフリカのチュニジアで約1ヶ月にわたって砂漠でのテスト走行を行っている。その成果が今発揮されようとしている。砂漠はすぐに厳しい素顔を覗かせ人と車に立ち塞がった。斜面は一気に駆け上がり減速しながら下らねばならない。高度だが必要なテクニックだ。リタイアが次々続く中でクルージングレンジャーは果敢に難関をクリアしていった。砂漠の中でクルージングレンジャーがたくましく目覚めていく。砂漠は常にスタックの危険に満ちている。こんな時ナビゲーターは素早くタイヤの空気圧を下げるなど適切な処置を迫られる。幸いにも1回で脱出できた。砂漠のアクシデントはスタックだけではない。舞い上がる砂塵がさまざまなトラブルを引き起こすのだ。砂漠の中ではパイロットとナビゲーターのチームワークがものを言う。砂漠との戦いであるとともにレースは時間との戦いである。全開走行を続ければトラブルが必ず起きる。といってアクセルを踏まれば勝負にならない。そのバランスが全ての鍵だ。クルージングレンジャーはガットからトゥムを経てディルクーまで全車好成績で完走した。ゴールにはすでに飛行機で移動するメカニックであるエアメカニックたちが待ち構えていた。パイロットからマシンの様子を聞き出したエアメカニックたちは30度の日中とは打って変わりマイナス3度にもなる中夜を徹して点検作業を行った。時間のかかる砂漠での作業を支えるのはぜひ完走してほしいと願う彼らの一念である。強烈な太陽の下でのドライビングは体力を消耗させる。マシンとともにパイロット、ナビゲーターたちは束の間の休息を味わうのだ。明日もまたマシンと体を消耗させる過酷なステージが待っている。チームのマネージャーやエアメカニックチームの移動は飛行機である。カミオンの到着に先回りして次のキャンプ地へ飛ぶのだ。前半最後の難関はディルク・ゴソロロ・アガデス間の SS である。
最大の難所テネレ砂漠を通り、2日間エアメカニックの整備が受けられないマラソン区間となっている。クルージングレンジャーはミスレンジャーがアガデスを目前にしてタイヤ交換中にパイロットが負傷、自主的に競技を放棄するリタイアを余儀なくされたものの、ミスターレンジャーがクラス10位、3号車が13位、4号車が30位と着実に順位を上げている。ミスレンジャーはリタイアしたものの、車に異常はなく、ナビゲーターが代わってドライビングし、オフタイムレースカミオンとして別ルートでゴールに向かっている。1月8日、中間点のアガデス到着。ここでパリを出発して以来初めての休息日が設けられている。後半戦を前にして黙々と整備に没頭するエアメカニックたち。ここは唯一本格的な整備の行えるポイントでもあるのだ。このパリ・ダカールで得られる教訓は大きい。エアメカニックたちの視線は将来を見据えている。パイロット、ナビゲーターたちも一日の休息で新たな英気がみなぎり出した。エアメカニックチームは全員知識と意欲を買われて日野社内から選抜されたメンバーである。全員フランス語、英語が堪能でコミュニケーションもよく、チームワークの良さを発揮した。1月10日、後半戦がスタートした。アガデスからガオまでのマラソン区間を皮切りに、トンブクトゥからネマ・チシットを通り、キワまでのネッサの戦いである。カミオン部門のトップを行くのはペルリーニの2号車。四輪カミオン部門でも20位に入っているという驚異的なスピードである。クルージングレンジャーはさらに順位を上げ、ミスターレンジャーがクラス9位、3号車が12位、4号車も23位となっている。パリ・ダカール最後の難関はネマからチシット、そしてキファまでのマラソン行程である。順調に順位を上げるクルージングレンジャー。カミオン部門では終始トップを走っていたペルリーニの2号車がサスペンションの故障でリタイアするという波乱があった。チシットからキファまでの最後の難関をノントラブルでクルージングレンジャーは激走した。3号車がチシットキワ間の区間順位でクラス4位に入ったのである。パリを出るときに400台余りいた参加車両は今や170台ほどになってしまった。その中でクルージングレンジャーは信頼性という意味で大きな勝利を得ようとしている。砂漠のステージが終わり、ゴールのダカールを目指す最後のステージに入った。パリをスタートした時から誰もが夢見たダカールの海岸。今その栄光のコースをカミオンはひた走る。ゴール地点では歓迎の踊りが最高潮に達しようとしていた。初出場でこの成績というのはいかがですか？ちょっと上出来のような気がしますね。出来すぎと言っては失礼ですか？いや、そんな感じです。我々の狙いは、完走でしたからね、調査と完走を兼ねてましたので、ちょっと出来すぎたのかなと。ただあまりこう流行って、飛ばすような気配も見えたんで、一応抑えたんですよ。まあ
3台完走できたことは幸せだと思ってます。まあ、あの日野としてはこれから3年計画のプロジェクトでもあるというふうにお聞きしましたが、はい、3年計画、ちょうどあの50周年記念になりますので、それを記念してやりたい。だからやっぱりあのトラックというのは普通のこういう乗用車と違いまして、なかなか大衆に対してアピールしませんから、私どもこの間クロージング連携出しましたように、人に優しく、街と調和して、行けるようなそういう車と、それを、まあこの車にも反映させまして、優しくても力強いんだというところをこう皆さんに理解していただこうかなと思って出したわけですけどね。まあ、あの砂漠ではね、あんまり優しい顔をしてると強そうに見えませんので、来年あたりは顔つきもミスターレンジャーの方にですね、こう精悍な顔つきになってきて、もう一段たくましくなってほしいなというのが私たちの願いなんです。でもあれも結構ガードつけたりしますとね、砂漠で見ると強そうですか。強そうになってきたんじゃないですか。そうですね、やっぱり優しいのも必要なような気がしますよ。はい、さあどんな顔をして入ってきますか。楽しみです。楽しみですね。まあ3台、揃って入ってくると思いますけどね。歓声の中、3台はコンボイを組んでゴールインした。技術でクルージングレンジャーを支えたエアメカニック、そして経験とテクニックで砂漠を走り抜いたパイロットとナビゲーターたち、彼らのチャレンジングスピリットとタフネスが日野の歴史に新たなページを書き加えたのだ。クルージングレンジャーは初挑戦ながらカミオン部門7位、10位、そして14位という上位に食い込む大健闘を見せた。その意義は大きい。20日間、9186キロに及ぶパリ・ダカールは歓喜の中で幕が閉じられた。クルージングレンジャーを勝ったエキップカミオン日野チームのチャレンジングロードは終わった。車と砂漠を愛する仲間が織りなす壮大なファンタジーといわれるパリ・ダカールで、それぞれの夢は大きく動き始めた。パリ・ダカール初挑戦で得た貴重な財産は、飽くなき発展を続ける明日の日野自動車への架け橋となるだろう。